はい、皆さんこんにちは。今回は Unreal Engine 4のサブスタンスプラグインを紹介しようと思います。で、今回に限ってはサブスタンスペインターとのライブリンクだけを紹介します。他にもサブスタンスデザイナーのサブスタンスのテクスチャーとの連携とかもできるんですけど、今回はサブスタンスペインターとのライブリンクだけを紹介しておきます。まあ、これの方がむしろすごい簡単なので、まあ、誰でもできるので、ぜひ使ってみてほしいです。はい。まあ、ちなみに軽く私の使い方の紹介ですと、まあ、テクニカルアーティストなんで、ガチガチなモデリングを、まあ、最近はしないんですけど、まあ、プロトタイプのアセットとか小物とかは自分で作ったりもするので、まあ、その時にサブスタンスペインターをよく使ったりします。で、ライブリンクがすごい便利なので、まあ、使っていこうって思って、まあ、よく使ってるってところですかね。はい。で、まずちょっとやり方から紹介します。で、まずは、サブスタンスプラグインの導入方法ですけど、エピックゲームスランチャーの、まあ、アンリアルエンジンのマーケットプレイスからダウンロードします。まあ、サブスタンスって検索すれば、これが出てくるので、まあ、入手済みになってるんですけど、選択してエンジンにインストール。まあ、使ってるバージョンのにインストールすれば OK です。でインストールしたら、エディットプラグインズから、サブスタンスイン UE4 をイネーブルドにします。で、まあ、再起動してねって最初は出るんですけど、再起動したら使えるようになってるってところです。で、ライブリンクの方法ですけど、まあ、これがすごい簡単で、スケルタルメッシュの上、またはスタティックメッシュの上で、右クリックして、Send to Substance Painter で押しますと。すると、まあ、いろいろできるんですけど、マテリアル作ってくれて、なんかテクスチャーできて、これはマテリアルにつながってるテクスチャーです。まあデフォルトで、まあ全部フルセットでできるんですけど、ただ作られる場所が場合によって変なんですよね、マテリアルが。今はこの UE4 版チェストロゴがここにあって、UE4 版ボディがこっちにあるんですね。マテリアルの中か。とかだ、ん?でもこっちにもなんかできてるな。とかちょっとね、よくわかんない時があるんですけど、まあ、今回は気にしないってところですね。はい。で、ちょっと、試しにやってみましょうかね。まず、これを開いてやるとわかりやすいと思うんで。うん。まあ、ちょっとライティングがやっぱね、サブスタンスペインターのものと違うんで、まあ、色は同じなんだけど、ちょっとやっぱ、環境が違うんで。まあ、基本はでもゲームエンジン側が正しいって思うように作業すると良いでしょうね。で、まず、テクスチャー。ボディにスマートマテリアルをちょっと入れてみましょうかね。ちょっと探してて個人的に好きなやつがこれ。まあ、某ヒーローっぽいやつ。うん。入りましたと。こっち行きます。入ります。って、もうこれだけ。すごいですよね。すごい、もうこれで、某ヒーローっぽい色の、が、こんなクオリティで一発で出るっていうのがやっぱ、かつライブリンクされてるっていうのが、すごいですね。まあ、ライブリンクされてこうなったってことは、プレイすれば、これが出るっていう、もうすごいスピードです。ほんと最高ですね。うん。で、さらに言うと、この状態でも、ライブリンクされてるから、まあ、この再生されても更新されるっていう凄さがあります。ただ重いですね。この状況でやるっていうのは。まあでもできるのでちょっと見てみましょうかね。じゃあちょっとレイヤーを増やして、どうしようかな。マテリアルモードでちょっとなんか入れてみますかね。まあよくあるこれ。お、ちょっと重いさすがに。あ、違う。違うな。塗りつぶしでやんなきゃダメですね。お、でも重い。うん、変わった。で、入れます。うん、入った。ただ重いな、やっぱり。うん、さすがにこのやり方は良くないですけど、まあ、これでもう色が変わったってとこですね。うん、これだけで変わるんだから、もうさっきの某ヒーローみたいな赤とか、こう、ゴールドマンみたいなよくわかんないのとかが、まあ、すぐできる。かつ、ペイントもできるんで、こういうのってあれですね、アートディレクターからの指示とかでもうちょっとなんたらとか、もうちょっとここ、目の形とかなんかいろいろ
か、うん、テクスチャー側での作業であれば、まあ、この状況でできるっていうのはかなりいいですよね。色味をちょっと変えたいとかも、まあ、このエンジン側で色が指定できるっていうのはいいですね。例えばこのサブスタンスペインターで色の話しちゃうと、結局大事なのってエンジン側の最終出力側の話なので、まあ、こっちでいい感じにしてもこっちでいい感じに出ないっていうのがあるので、まあ、それがやっぱライブリンクで解決できるっていうのはかなりいいイテレーションが作れるってとこですね。例えば、ああ見づらい、これか、黒にしようか。まあね、こんな気持ち悪い顔よいしょ、ちょっとミラーになってるから、うん、センスないですね。マウスでやってるからちょっと、ただこういうのがすぐ、うわ、うん、うわって感じだけど、うん、これが動く。まあこう、うん、まあ、ちょっとマウスだからといってあれですけど、まあ、顔がつきましたと。見づらい、うん、ちょっとアホ面がついたけど、まあ、こういうのもねすぐできるんで、例えばこう距離ですよね。カメラからの距離が決まってる場合って、まあ、デフォルメしたりとかそういう時でもこう、うん、ちょっとやっぱりこの距離だと目がちっちゃいから大きくしてっていう時も、じゃあでかくしますよって言ってこうグリグリグリってやって、じゃあ見てみよう、うん、でかくなった。でこのイテレーションの速さがやっぱ最高に、やっぱライブリンクの強さがあるなっていうところですね。で最近ライブリンクよく、まあ、アニエルエンジンだと結構フーディーニエンジンとかいろいろあるんですけど、やっぱライブリンクがあるソフトって強いと思います。こういうところでやっぱこう微調整がしやすい。例えばこう一度テクスチャー書いてまた出力してまたインポートしてっていう手間って、まあ、掛け算式で伸びてくんで、その時間が。このライブリンクが使うっていうのはやっぱまあ今の時代というか当然やっていくべきなんでしょうね。スピードを上げるための作業っていう、うん、と私はちょっと思いますね。はい。で、あとちょっとだけ説明なんですけど、でマテリアル側見てみると、まあ、自動でこれ、接続もされます。もうこれも接続地味にめんどくさいんで、で地味にめんどくさいっていうのはこの、サブスタンスプリンターの場合、こう、テクスチャーが要素ごとにパックされます。要素っていうのは、例えば RGB、別々の要素が入ってます。R はオクルージョン、G はラフネス、B はメタリックっていう感じですね。ただこれ、サブスタンスで出力して、このテクスチャーを出力して、いちいちこう手でつなぐ必要も、ライブリンクの場合はなくなるので、その手間すらなくなるっていうのはかなり良いと思っています。うん。なので、この辺も自動化されるから、もう何も考えずにライブリンクするだけで、さっきの出力が得られるっていうところですね。はい。なので、ほんと時短になるので、モデルをインポート UE4 にしたら、すぐにサブスタンスでライブリンクっていうワークフローは、で、どんどん高めていくっていうのは、まあ、すごいイテレーション早いし、高速で、まあ、出力が、ゲームエンジンの出力で、まあ、いろいろ確認できるっていうのは、まあ、ほんと強いなと思っています。はい。今回はサブスタンスペインターのプラグイン、まあ、サブスタンスのペインターのライブリンクの紹介となりました。はい、今回の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。